僕にとってのカレーの原点って何だろう。宮古島にその答えがあるような気がする。2008年に銀融知人を占める、その1年前、レインドックスの社長竹原優さんと出会った。竹原さんは誰に対しても夢を応援し後押しをする力がすごい人だ。そのレインドックスは今は亡き伝説の小屋。竹原さんはカリスマの人。2008年の6月の1日、世界一周ライブツアーというタイトルで自分にとってブッキングの集大成イベントをこの小屋でやらせてもらった。まあ他自分のバーを閉めた後に、まあほんの 3,4 ヶ月ほどだけど、ここの屋上テラスのバーヘブンズドアで週一の吟遊シーンをやらせてもらった。大きなイベントも何回もやらせてもらった。本当にすごくお世話になった人。これから世界一周3回目の世界一周の旅へ出る、その計画を竹原さんによく話した。そしたら、俺は定年退職したらポルトガルへ移住したいって言ってた。竹原さんが移住したい憧れの国ポルトガルってどんなところかなってすごく気になっちゃって、旅のルートの中にポルトガルを入れた。2010年9月、旅の途中にポルトガルへ着いた。なんていうか、この今見てる海のこの風景、宮古島に似てるなって。ここから遠くに見える伊良部島、そこには白い建物が急斜面にだんだんと重なってる。ポルトガルも坂の多い町で白い建物が連なってる。で、太陽が熱い、海が綺麗な港町。そこでインド人が経営するインドカレー屋さん、食べたエビカレーはすごく美味しくて2夜連続通った。ニューヨークからブラジル、まあその後にね、まあ、南インドとかあちこちのカレー屋さんに入っては、まあ、カレーを食べているうちにスパイスから作れるカレーを自分のものにしたいって思い始めて、大阪に帰国した後にカレー屋を探した。あのポルトガルのエビカレーに近い味を探した。ウツボ公園近くのカンテグランデ、チャイで有名なカフェ、もう40年も経つ。そこで食べたエビカレーがポルトガルの味を思い出させてくれた。ここで働こう、働きたい、そう思ってスタッフに尋ねたら、2週間後に梅田の富国生命ビルに新しい店舗が開くから、まあ、そこで働けるんじゃないでしょうかって。で、そこで働き始めた。竹原さんが放った一言、ポルトガルに移住したい。その一言で僕はポルトガルに寄ってエビカレーを食べた。
そしてカンテグランデで2年間スパイスのカレーに携わることになった。カンテグランデは本当にいい思い出でいっぱい。あんなに楽しい職場は今までなかった。話は旅の途中に戻って、モロッコのフェズという迷宮の街に泊まっていた時、ダケアラさんの親友から一通のメールが届いた。全く知らなかったけど、重度のがんを起こしてるらしい。命が危ないって。背筋が凍った。旅を途中でやめて、すぐにでもダケラさんの顔を見に行かないとな。でもそんなことしたらダケラさんはきっと怒るだろうな。僕は予定通りに旅を進めて、100日後にちゃんと大阪に帰って、それから顔を出したい。もしかしたらその時ダケラさんもいなくなってるかもわからない。そういった心配をもとに大阪へ帰って電話をした。まあもちろんね、モロッコから手紙を出してる。大阪から竹原さんに電話かけた。病室のベッドで声が聞こえた。元気いっぱいで、いつも通りの竹原さんだった。でもその表情はすごく痩せ細っているって聞いてた。か細い体から力いっぱいの声を振り絞って、そんな風にも聞こえた。俺は元気だよって。すぐにでも竹原さんに顔を出したい。でもインドとかタイとか結構汚いところを回ってきた。弱った体にはもしかしたら感染力が強い菌をまとってるかもわからない。だから時間を置いてから会いに行こうって思った。まだ元気だろ、絶対なくなるわけない、大丈夫だ。でもそれからほんの数日後かな、それは11月の23日、竹原さんが亡くなった知らせを受けた。お通夜とお葬式に顔を出した。僕のような思いをしている人たちがいっぱいいる。そのお通夜にはみんなが竹原さんを讃える、好きそうな、聞いてもらいたい、そういった CD をみんな持ち合わせてきてた。ボブ・ディラン、ローリング・ストーンズ、トム・ウェイツ、いろいろとね。で、僕も一枚の CD を持ってきてた。竹原さんにプレゼントしようと思っていた。トルコで買ってきたトルコのフラメンコの CD。何枚と予約が入ってたから、なかなか自分のアルバムをかけてもらえなかった。深夜12時に近づいた時、そろそろ帰りたいな、というか、帰りたいというか、深夜12時を回った時、ようやく自分の CD をかけてもらえた。その CD をかけてる間に、もう一度最後の挨拶をしに、竹原さんの棺を、顔を見ようと歩いていった。そしたら急にすっごい大音量に変わった。音響のところに誰かがいるわけでもない。でも急に今までずっとみんなが普通に話せてる、それぐらいの程よい BGM だったのが
急に声がかき消されるぐらいな大きな音に変わった。ダキャラさんの顔を見た。俺は聞いてるよ。いるよここに。そう言ってたような気がした。ありがとうなって。いい音楽やなって。12月31日、ダキャラさんが亡くなったからもうレインドックスは続けれない。レインドックスの最後の日となり、カウントダウンも迎えた。前半はダキャラさんとすごく仲のいい安住恵子さんっていうシンガー、その人のワンマンライブ。僕は中2階のところから1階のステージを見ていた。途中で安住恵子さんがフラメンコにハマってんねんのような MC をしたとき、次の曲はフラメンコの曲を、そういったとき左肩をトントンと後ろから叩く誰かが、すぐに振り返ったけど誰もいなかった。始まるなフラメンコ。俺あの CD 良かったよ。一緒に見いや。そこに竹原さんはいなかったけど、竹原さんがいたように感じた。